皆さんこんにちは。2023年シーズンからメジャーリーグオークランドアスレチックスでプレーしている藤浪晋太郎選手、かつては阪神タイガースのドラフト1位として大きな期待を集めていましたが、思うような成績を残せない時期も長くありました。そんな藤浪選手について、かつてプロ野球のレジェンド落合博満氏が藤浪選手の弱点を語ったことがありました。今回は落合氏が語った藤浪選手の弱点などについて紹介します。大阪桐蔭高校で2年春からエースを務め、甲子園春夏連覇や第25回 AAA 世界野球選手権大会でオールスターチームに選出されるなど輝かしい実績を持っていた藤浪選手、2012年のドラフト会議では4球団競合の末阪神タイガースに入団。なにわのダルビッシュの異名とともに大きな期待を受けてプロの世界へ飛び込みました。プロ入り1年目から開幕ローテ入りを果たし、高卒1年目で24試合登板、10勝6敗防御率 2.75 という素晴らしい成績を残した藤浪選手。圧巻だったのは高卒3年目の2015年、28先発登板で14勝7敗防御率 2.40 を記録。完投7回完封4回221奪三振はいずれもリーグ最多という誰もが認める一流の成績を残したのでした。当時まだ21歳、これから先藤浪選手はとんでもない投手になる、誰もがそう予想していたことでしょう。しかし以降藤浪選手の成績は悪化していくことになります。2016年シーズンは1年間ローテーションを回り7勝11敗と負け先行したものの、防御率は 3.25 とまずまずの成績ですが、 WBC 日本代表にも選ばれた。2017年のシーズンは先発として11試合登板に止まり、翌2018年シーズンも13試合止まりとなってしまったのです。2019年は屈辱のわずか1試合登板。この間目立った怪我もなかった藤浪選手ですが、ローテーションからはすっかりと離れてしまったのでした。藤浪選手の不調の要因はズバリ制球難。実は大活躍した2015年シーズンも199イニングという長いイニングを投げていたとはいえ、吉球82、吉球11、暴投球はいずれもリーグ最多と制球難の兆候は出ていました。翌2016年シーズンも70吉球とリーグ最多。2017年は59イニングで53四死球、2018年は71イニングで51四死球とやはり制球に苦しむピッチングが続いたのです。また藤浪選手の中で最も深刻だったのは、右打者の内角を狙った球がすっぽ抜け頭部近くへ放られる事例が多くあったことでした。2軍戦では危険球退場も経験。藤浪選手の登板に合わせて相手監督が左打者をずらっと並べるなんてこともありました。高校時代の活躍やルーキーイヤーから数年の鮮烈な印象からファンも多かった藤浪選手。しかし選手生命にさえ影響を及ぼしうる頭部への投球のイメージなどから、藤浪選手に対して厳しい声を上げる野球ファンも増えていきました。藤浪選手の制球難や不振の理由について確実なことは分かっていませんが、メンタル面の影響ではと推測する声も多くありましたよ。野球界のレジェンドである落合氏は藤浪選手をどのように見ていたのでしょうか。2017年シーズンが終わった後、つまり初めて1年間ローテーションを守れず2軍落ちを経験したシーズンの終了後、落合氏は藤浪選手の不振について言及しています。シーズン通してコントロールが定まらなかった藤浪選手、その原因をランニング不足、下半身が弱いと指摘。コントロールが良い投手はやっぱり走ると語りました。落合氏が言うには、投げ方を完全に忘れさせるほど走らせないとダメだと思う、下半身を作らないと投げる体力がないと思うとのこと。過去にはリーグ最多完投まで成し遂げ、スタミナ面に強みを持つと思われた藤浪選手、落合氏ならではの着眼点に驚いた人も多かったのではないでしょうか。落合氏はピッチャーの走り込みをとても重要視しており、メジャーリーグの選手も朝4時5時くらいから人が来る前から走っていると語りましたよ。さて2019年にわずか1試合登板に終わった藤浪選手は、2020年は24試合に登板、うち先発登板は11試合。コロナ流行の影響で短縮シーズンとなった中、76イニングを投げて防御率 4.01 と良くはないながらも、前年を思えば全然期待ができるシーズンを過ごしました。しかし2021年は48イニング、2022年は66イニングと
やはり戦力として従前の活躍をすることはできませんでした。もっとも NPB 史上8番目の速さでのプロ通算1000奪三振やシーズン途中の登録抹消から再昇格後には先発7試合中6試合でクオリティスタートを達成するなど、2022年は明るい話題があったシーズンでもありましたよ。そして2022年のシーズン終了後、藤浪選手は驚きの選択を取ります。なんとポスティングシステムでのメジャー移籍を試みたのです。入団時からメジャー志向があったという藤浪選手、当然いい成績を残して移籍したいという気持ちを持っていたものの、年齢的にも2023年のシーズン中に29歳となり、これより遅れるとメジャー挑戦は簡単ではなくなってくるという焦りがあったようです。タイガース球団は藤浪選手のことを重要な戦力としながらも、10年間約1000イニング1000奪三振を記録した藤浪選手の貢献やメジャーへの強い思いを認め、ポスティングを承認したのでした。藤浪選手を獲得したのはオークランドアスレチックス、1年325万ドル約4億3900万円という契約を結び、その金額に日本の野球ファンからも驚きの声が上がりました。開幕ローテーションを勝ち取り、4月1日の試合でメジャー初先発となった藤浪選手ですが、結果は2回3分の1を投げ、被安打5、8失点に3四球と渋いものに。藤浪選手は、まずは夢の舞台に立てたことを光栄に思います、悔しいデビューになったので次回以降立て直せるようにしたいと振り返りました。しかしその後も苦戦が続き、先発4試合では0勝4敗防御率 14.40、 15イニングで15個の四死球と結果が出ず、リリーフに配置転換することとなりました。リリーフでも失点を喫する試合は多いものの、5月11日の試合では2.1イニングを投げ、被安打0四球1失点0と好投。5月13日には 0.2 イニングを投げ、被安打0四球1失点0にまとめ、待望のメジャー初勝利を記録しました。初勝利のニュースは日本でも話題に、 SNS 上では泣きそうと喜びをあらわにする人や赤飯を炊こうとする人なども見られ、やはり未だに藤浪選手がファンから愛されていることが証明されました。5月13日時点での成績は11登板で 23.2 イニング防御率 12.17、 24個の四死球と未だに厳しいものが残っていますが、それでも持ち味の奪三振の数は21個を記録。環境が変わったことで野球選手として飛躍することができるか、藤浪選手の挑戦はまだ始まったばかりです。いかがでしたでしょうか。今回は落合氏が語っていた藤浪選手の弱点などについて紹介しました。日本で結果が残らない中でのポスティングによるメジャー挑戦は国内でも賛否両論が飛び交いました。当然活躍できるかという話になると厳しいという見立てが多かったですし、事実現状藤浪選手は苦戦を強いられています。それでも藤浪選手を応援する声は多数、これからも苦戦が続くと予想されますが、ぜひとも日本中を世界中を驚かすような活躍を見せてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。